美しい棚田が点在する熊本県。農業王国熊本が誇るこの素晴らしい農村風景を未来へつなごうと、棚田を生かしたさまざまな取り組みが県内各地で行われています。熊本サプライズ、今回はふるさとの宝、熊本の美しき棚田の魅力をご紹介します。四季折々美しい姿を見せる棚田。熊本県には日本の棚田百選に選ばれた棚田がなんと11箇所もあります。この美しい棚田は地域の人々によって守り継がれてきたかけがえのない熊本の宝。この宝を次の世代に伝えていこうと、棚田の魅力を伝えるさまざまな取り組みが広がっています。ここは水俣市にある寒川地区棚田。日本の棚田百選にも選ばれている石積みの美しい棚田です。この地に住む人々は代々にわたって山を切り開き、急な傾斜に耐えられる石垣を築いて棚田を作ってきました。中には江戸時代に作られた石垣も残っているから驚きです。はい、じゃあ皆さんどんどんつけてください。この寒川地区棚田を生かしたユニークな地域おこしが毎年5月に行われる棚田の明かりです。棚田の明かりは田植え前の水を張った棚田に2000本もの松明を灯す幻想的な火の祭り。水俣市で地域おこしを進める釘のふるさとセンター愛林館と地元住民が平成17年から開いています。棚田はここも非常に美しくてですね、皆さん頑張ってやっていて、なんとか応援をしたいと思っていて、まあ、そのための応援の方法をいくつか考えてですね、そのうちの一つでやっぱりみんなの関心を高めよう、棚田への関心を高めようというので、もともと大変に美人の棚田にこう 火でお化粧しようと思ったのがきっかけです。午後6時半、県内外から訪れた多くの観光客が見守る中、ボランティアで集まった皆さんが竹の松明に火を灯していきます。水面に揺らめく炎が棚田を幻想的に浮かび上がらせます。またこの日は地域の皆さんが棚田で採れたもち米と小豆で赤飯やおはぎを作って販売し、棚田米の美味しさを PR しました。こう棚田が美しい、じゃあ棚田を何とかしたいという人はだいぶ増えてきた感じあるんですね。美しいと思うだけでなくて、その棚田でできたお米を食べてください。さらに美しさだけじゃなくて、今水が盛んに入ってますけど、これ地下水の環境にもなりますね。お米を食べるということは棚田から出てくる恵みを応援することになるので、ぜひ棚田のお米を食べるということで棚田を応援していただければなと思います。地元の皆さんはこの明かりが棚田の未来を照らす光になればと期待しています。県中央東部にある大和町にも貴重な棚田が点在しています。通潤橋周辺の棚田を含む白糸台地全体が国の重要文化的景観に選ばれているほか、2つの棚田が日本の棚田百選に選ばれています。その一つがここ大和町菅地区にある菅迫田です。棚田の中に民家があるのが特徴で、里山の暮らしや風土に深く根ざした地域特有の景観を見ることができます。この菅地区では棚田保全と地域活性化を目的に平成8年から棚田オーナー制度が行われています。都市の住民に休耕田を貸し出し、年間を通じて農作業を体験してもらい、農村の魅力に触れてもらおうというものです。自分たちが植えたのがこう秋に越えてできる、その工程が全部分かるということですかね。そうすると自分たちが作ったやつが自分たちで食えるというのがやっぱり一番魅力じゃないですかね。興味を持っているものが街中にいるよということを農家の方にお知らせするような気持ちもね。棚田のオーナーになると
水田が割り当てられ、そこで収穫された作物は全て受け取ることができます。年6回程度は菅地区を訪れ農作業に参加するのが条件です。現在棚田のオーナーは13家族。地元の生産者の皆さんが指導してくれるので、初心者でも安心して農作業が楽しめます。ほんのちょっとしか取れないけど、すっごい嬉しいですよ。楽しい。なんか昔自分の記憶にある昔のそこに戻ってきたような気がします。私は稲刈りの後はみんなで交流会です。郷土料理とともに新米を味わいます。今年の恵みに感謝し、一年の労をねぎらいながら笑顔の語らいが続きます。自分の土地はですね、やっぱり予定法先祖からもらった土地だけにですね、ただ守るということばかりですね。今のところこうしてオーナーさんを まだ弓化してですね、と棚田をやっぱ守ることもできるんですね。できるだけ長くこうして付き合ってもらうことが一番ですね。菅地区では平成23年閉校になった小学校を利用し、農家の主婦が中心となって菅里山レストランをオープン。棚田かけ干し米はもちろん、地域の伝統料理やみずみずしい野菜を使ったオーガニック料理が味わえるレストランを作りました。晴れた日には屋外のテーブルで美しい棚田の景観を眺めながら食事をすることができます。長い年月をかけて先人たちが生み出してきた棚田のある風景、美しい熊本の宝を皆さんもぜひ感じてみてください。